ビルヘルムマイスターの変歴時代はゲーテの長編小説。完成版は1829年に刊行。ビルヘルムマイスターの修行時代の続編で定年の人々の副題を持つ。前作、修行時代を終えたビルヘルムマイスターが妻、ナターリエを置いて息子フェイリックスと共に各地を変歴し、様々な人に出会い感化を受けるという内容である。途中、 フェイリックスはユートピア的な教育集に預けられ、最終的にビルヘルムはそこを出た、フェイリックス及び妻なターリエ、また、修行時代の仲間たちと共に新天地アメリカへと旅立っていく。もっとも今作ではかなり自由な構成が取られており、上記を主筋として独立した短編として読める、いくつもの総話や、新元集、登場人物間の手紙などによってたびたび物語の、 進行が中断されている。ゲーテは修行時代執筆時に続編を書く意図はなかったが、シラーから修行時代を終えたビルヘルムマイスターはどこへ行くのだろうかと問われたことをきっかけにして本作が着手され、途中1821年に初行がビルヘルムマイスターの遍歴時代第一部として刊行された後、全面的な開校を経て百二十九年に、 出版された。副題の定年は、個人の才能の全面性に対する定年の意義であり、18世紀の多面的教養主義から脱却した新しい時代に、対する認識、すなわち個人としての人間は、不十分な存在であり、一つの秀出た職能を身につけることによって社会に参画、すべきものであるという作品全体の理念を示している。しかし本作は、 散漫な構成や描写の冗長さ、人物の不明確さなどのために発表時は批判の声が多く上がった。ありがとうございます。